一部の情報によると、大谷が所属するロサンゼルスドジャースが来年3月に日本で開催される MLB シーズン開幕戦に参加する可能性が難しくなった。開幕戦は3月19日と20日に東京ドームで行われる予定ですが、対戦相手はまだ公式に発表されていません。ドジャースが参加できない主な理由の一つは連続して2年間、海外でシーズン開幕戦を開催する前例がないためです。 今年、ドジャースは3月にサンディエゴ・タドレスとの試合で韓国でシーズンを開幕しました。来年も日本で開幕戦に参加する場合、ドジャースは長時間の移動と大きな時差の変化に直面し、選手たちの健康とパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。実際、ドジャースが2年連続で開幕戦に参加することはできません。日本人選手がいるチームをサポートするのは良いことですが、選手の健康状態を考えると、そこまで無理する必要はないと思います。 大谷に無理をさせたくないので、この決定は良いことだと思います。彼が1000億円もらっているから、もっとパフォーマンスを見せるべきだというコメントもありますが、お金をもらったからといって、人体が早く回復するわけではありません。手術を受けた選手は通常、腕の状態が安定するまでに1年かかり、回復したと思った日でも、翌朝には痛みが再発することがあります。この不安定な状態は、精神的にもストレスを感じさせます。 大谷は口にしなくても、確かに腕が痛む日もあるはずです。シーズンの最初から一投手として要求されると、それは彼にとって大きな負担となります。ビューラーの回復過程を見ると、ゆっくりと合理的に彼を復帰させることが最善だと思います。その前に2026年の WBC の日程が発表されており、次回の大会も東京ドームで開催されます。大谷もこの大会に参加したいと予想されます。 しかし、これが実現すれば、彼は今後2年間、公式シーズンが始まる前に、東アジアでプレーすることになります。来年、ドジャースが日本でシーズンを開幕すれば、大谷は3年連続で東アジアでプレーすることになります。大谷は日本のファンの前でプレーしたいかもしれませんし、ファンも時差を気にせずに、彼の試合を見られることに感謝しています。 しかし、試合の負担を考えると、残念ですが、来年の日本での開幕戦に、ドジャースが参加しない方が良いかもしれません。一方、MLB が、ドジャースとシカゴカブスの2チームに、日本での開幕戦参加を公式に通知していないという情報もあります。鈴木聖也や、藤波慎太郎のような有名選手が所属するカブスは、この試合に参加する可能性が高いです。一方、日本の主催者は、商業的な利益を見込んで、ドジャースを招待する努力を続けています。 カブスが日本に来るのは、理にかなった選択だと思います。鈴木と今永が、少しでも投げられるのを見られたら嬉しいです。また、吉田のいるレッドソックスや、菊池のいるブルージェイズ、千賀のいるメッツでもいいです。英雄の期間として迎えるために、今シーズンは、鈴木と菊池が全力を尽くしてくれることを望んでいます。鈴木は徐々に調子を取り戻し、オプスは0.800に戻り、菊池も前回の当番で、エラを3以下に抑えました。 もし彼らがこの調子をシーズン中維持できれば素晴らしいです。さらに、センガと吉田も早く戻ってくることを期待しています。センガはシーズン後半に戻る予定と聞いているので、早く彼らのプレーを見たいです。ドジャースが日本に来るのを見たいというファンの気持ちはよくわかります。しかし、私にとっては必ずしもドジャースである必要はなく、MLB の試合が見られるだけで嬉しいです。日本のファンに奉仕するという観点から言えば、カブスやカージナルスにも期待しています。 個人的な好みで言えば、ハーパー、ターナー、シュワーバー、レルムートのいるフィリーズが見たいですが、彼らはロンドンに行ってしまいました。エンゼルスが来るなら、ネト、ミッキー、オホッペ、アデルのプレーを直接見たいですが、彼らが来ると、日本のメディアは、大谷の話ばかりになるでしょう。とにかく、どのチームが来ても面白いと思いますし、もし日本で試合が開催されるなら、大歓迎です。アメリカから来る選手やスタッフが、日本を楽しめることも望んでいます。 ドジャースが開幕戦に参加しないという選択はチームの選手たちが疲労を避け体への負担を軽減するのに役立ちます。韓国の寒冷な開幕戦で投球したダルビッシュは今シーズンの初めから調子を整えることができませんでした。彼は日本とアメリカの両方で通算200勝を達成したもののパフォーマンスが良くなかったため怪我のリストに入らなければなりませんでした。同様に初登板の山本も同じような困難に直面しました。 大きな時差と騒がしい環境での集中力の欠如は選手にとって有益ではないようです。MLB はグローバル戦略を推進しており世界各地で公式戦を開催していますが日本では野球は戦前から文化の一部となっています。従って次の目標は台湾、中国またはオーストラリアかもしれません。大谷にとって来年から二刀流に戻る場合少しでも過労させることは絶対に避けるべきです。このシーズンが始まる前に 彼は肘を負傷しており、再び肘が故障すると、彼のキャリアに影響を及ぼす可能性があります。そのため、来シーズンは、今シーズンよりもずっと慎重になるでしょう。実際、地元の多くのファンは興奮しているものの、ドジャースが日本で開幕戦を行うことには賛成しないでしょう。ドジャースのファンサイトでは、なぜ我々のチームの選手が、遠く極東まで行かなければならないのかといった、多くの不満を読みました。 来年は東京で行われるのかと書かれるとすぐに多くの反対意見が寄せられました。選手たちの負担を考えると来年は実現しないと思います。仮に日本でジャイアンツとソフトバンクまたはジャイアンツと阪神の開幕戦が近隣国や台湾で開催されるとしたらジャイアンツ、阪神、ソフトバンクのファンも冷静ではいられないでしょう。これはどの国でも熱狂的なファンが他国での開幕戦を望まないことを示す例です。公式戦をこのように遠くで開催し 他のチームよりも不利なスケジュールにすることは本当に賞賛に値します。しかし、ここでの雰囲気はスタジアムでの直接観戦とは異なります。本当に好きな人は現地に行って観戦すると思います。ちょっと好きな人は毎朝 NHK で見ることができます。もう少し好きな人はスポットナウで自由に見ることができます。毎年約10万人が観戦する試合を開催することは両者にとって実際にはあまり価値がないと思います。円が安いことは知っていますが、 鹿児島の人が試合を見るためだけに東京に行くと、交通費、宿泊費、観戦チケット、そして東京観光に費用がかかります。ロサンゼルスに行って連続5試合を見る場合、東京に行くのと5倍の費用がかかるわけではないと思います。もちろん、合理的に計画する必要があります。どの方法を選ぶかは各自の選択によります。さらに、ドジャースが日本に来ないことで、スタジアムの過剰な混雑が緩和されます。 ファンがチケットを買い求めると、チケットが手に入る確率が減り、私はスタジアムで直接観戦することができません。彼らが2年連続で日本に来ると、それは大きな負担になるので、これは避けられないと思います。大谷と山本だけを応援する人たちは、おそらく残念に思うでしょう。日本で開催されても、来場者は応援せず、ただスマホのカメラを大谷に向けるだけになると予想されるので、無理に来る必要はありません。 WBC の時、大谷がヒーローインタビューで、もっと声援が欲しいと言っていました。それは冗談ではなく、スマホを構えているだけでなく、もっと拍手や声援を送って欲しいという意味だと思います。現在、ロサンゼルスのドジャーススタジアムは、米国で最も観客数の多いスタジアムの一つです。米国のデータサイトによると、ドジャースは今シーズンの観客数でトップに立っています。ドジャースの試合は、平均で47,371人の観客を引き付け、 合計で383万7079人がホームスタジアムでの81試合を観戦しました。この数字は2位のニューヨークヤンキースの326万9000人を大きく上回ります。そのため、米国の多くのファンはシーズン開幕戦がホームスタジアムで開催されることを望んでいます。MLB はこのスポーツの影響力を拡大するために国際試合を積極的に推進しており、今シーズンは多くの試合が海外で開催されました。 3月にはボストン・レッドソックスとタンパベイ・レイズがドミニカ共和国で開幕戦を行いました。4月初旬、ドジャースとパドレスが韓国のソウルで開幕戦を行いました。4月末にはヒューストン・アストロズとコロラド・ロッキーズがメキシコで対戦しました。6月にはニューヨーク・メッツとフィラデルフィア・フィリーズがイギリスのロンドンで試合を行いました。ドジャースが日本でのシーズン開幕戦に参加できないことは 日本のファンにとって悲しいニュースであり、特に大谷が故郷でプレーするのを楽しみにしていた人々にとっては残念なことです。しかし、これは国際試合を開催する際の難しさと複雑さを表しており、特に選手の健康とパフォーマンスを考慮する必要があります。日本でのシーズン開幕戦の開催は商業的な利益やこの国の野球の発展を促進する多くの利点がありますが、試合のスケジュールや選手の健康に関連する要素が最優先事項です。 チームや MLB の組織は最終決定を下す前に慎重に検討する必要があります。MLB からの公式決定を待つ間、多くの日本のファンは大谷のような世界トップクラスの野球スターのプレーを地元で見る機会があることを期待しています。しかし、過密なスケジュールと選手の健康を慎重に考慮すると、ドジャースが2年連続で開幕戦に参加することはないでしょう。 将来的には国際試合の開催が MLB の発展戦略の重要な一部であり続けるでしょう。国際的な野球組織との協力やグローバルなスポーツイベントの促進は野球の発展を助け世界中の多くの観客にリーチすることができるでしょう。要するにドジャースが来年の日本でのシーズン開幕戦に参加できないことは残念ですが、同時に主催者やチームが今後の国際試合の計画を見直し改善する機会でもあります。 日本のファンが野球に対する関心と愛情を持っている限り、彼らが地元で世界のトップクラスの試合や野球スターの活躍を見る機会はたくさんあるでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。